お疲れ様、スラットです。今日はこちら高回転ゴブリンドリルやっていきます。さあ、ちょっと珍しいねドリルデッキがありましたってことでやっていきます。あと呪文がね、雪玉プラスの進化ザップでさえで、まあ他はなんかもう最近多いね、大砲スキアイスピのボンバー、この辺はなんかもう、はい、見慣れたかなと思うんですけど、あとゴブリンしたいんですね。ちょっとね、呪文が珍しいかなと思います。雪玉ザップ構成にするぐらいだったらね、ポイズンウッドとか、まあ、矢名雨雪玉とか、なんかね、ウッド雪とかウッドザップでもいいんじゃないかなと、まあ、思うんですけども、なぜか雪玉ザップでさえわかりません。はい、俺も知らないでさえ、まあ、空に対してはちょっとだけ使いやすいだ、戦いやすいだとか、まあ、こういうなんかギャングとか最近多いんですよ。ギャングスケルトンとか、まあそれこそね、今回もヤリゴブギャング、まあコウモリとかもいるかもしれないけどね、そういうデッキに対しては、まあ雪玉ザップがね、ちょっといいのかなと言ったところでね、結構なんか守りよりは攻めが強いかもね。攻めの雪玉、攻めのローリング、ん?攻めのザップか。はい。この攻めの呪文が多分強いだけかなと思います。よいしょ。さあ、めちゃめちゃメガナイト枯渇か。これキング起動したいな。後衛はなんか適当に縛いて、うん、やべ、キング起動したいって言ったのにさ、あーはー帰ってきちゃったよこの子近畿したすぎたな今の。大砲壊れる感覚がちょっとね、分かんなかったな。いや、スキル使ってもいいけどね、使っちまうか。インドラ溶けろ、いいね。いや、空のドリル行っちゃってもよかったけどなっていう感じではあるよね。行っちまう?いや、まあザップで進化を貯めたりもね、ありますよね。まあスケバレは大砲で落としてもいいし、雪玉で落としてもよかったかもね。まあ、暇なんでね。美味しいね。まあ、あーメガナイトで踏まれますよねと、まあまあまあいいでしょう。こっからが試合スタートねこれ耐えれたら勝てるし、耐えれなかったら負けですよ。まあ雪玉ザップちょっと良さそうだな。ペッカとかに刺さんのか心配ではあるけど、でも回転だけは一丁前か。うん、なんかなんかあんまよくわからん。おお、いやたまたま雪サップがちょっと刺さってんだよ。いやー、なんかでもめんどくさいな、インドラとか。ザップをさ持ってんだけどさ、持ってるだけになってるよ全然ザップ打たない人になってた、持ってねえな。ギャングとかにさ、そんなすぐ打てねえよな、雪玉若さが足んねえんだよな、マジ暇すぎてさもっと雪ザップでいい感じにできるんだろうな。まあでもサイクルは異常に速いもんな、ガンガン飛ばしてこういうことよね。メガネと回したね、偉いね。まあスキルも使って誰にザップ打ちたいってことだよね。え、スキルで解けた、熱っ。でなんかまあ防衛なんか怖かったらね、一瞬ビビっちゃってもいい。おおドリル防衛、なんか回転だけでごまかしてんの、すごい。ギャング系の受けいっぱいあるもんなはい、すごい。メガナイト枯渇
に対して異常に強いかもしれないね。全然そんな流行ってもないのにね。いやでも問題はこれでさ、ペッカとかの大型が止まるのかって話なんですよね。まあ多分枯渇期に対して勝ちたい雪玉ザップかな、まあ、ギャングに対してザップ、まあ読みとかでいけるなら雪玉もねガンガン飛ばして、すごいなんか慣れたら超強そうだな。大砲も先置きいっぱいできそうだしね。ダガーガールや、まあメガナイト枯渇の可能性もあるし、新鋭体ぶっぱの可能性もあるし、エリゴレの可能性もあるよと。いやメガナイト系っぽいか。おお、え竹取れてない間いたー、最悪や、低め。ダガーガールの迫撃か、珍しいな。ちょっと美味しい匂いがするね。まあ、トリマ飛ばして考えるか。これがいいんだろうな、このザップが。普通だったらありえないというかあんまない。いや、いい、結構ある。微妙かで、何がいいってこれの雪玉がいい。よし雪玉ザップか。マジ小物系2連ちゃん、あっつ。いやまあダガーか、まあアイスピからのボンバーとかでもよかったけどね。適当に耐えるか。え、これスキルでさ届くね。タワーまでいかねえかな。届いてはないが、まあ光栄が飛ぶならいいか。絶対に逆だった気もしなくもないが雪ザップ良すぎるな、なんかこんな都合いいことある、まあ、最近ねギャングの使用率も高いんだよな。ギャングにはやっぱウッドとかの方がいいんだけどね。タワー裏とかにいるねギャングとかをザップでやっぱちょっかいかけれるのがいいんだろうね。よし、さすがに竹取るよ。読まれるかもだけど、出し毒ではある。これザップで竹変えてさ、スキルでぶっ飛ばせるってことよね。え、雪玉は芝。今のやばいの？便利すぎん？ボンバーかわいそうだ。これやばいの呪文いっぱいある。進化ザップもあんの早っ。チャンピオンサイクルかこれ、やばいな。いやー雪ザップがマジこんな輝くことあるっていうぐらい。チャンピオンサイクルのさ、これやばいね。ボンバーを出して、まあ、ドリルを出してカードを3枚割いたらもう次が回っちゃう現象に、チャンピオンサイクル。本当は4枚割かなきゃ回ってこないんだけどね。クラロはバニーチャンピオンがいる時だけ話が変わるよね。強いなこれ、やばい、絶対竹取れてないことだけど。ほいほい雪ザップ便利すぎないか。何これ、これが逆マッチング操作ね。ちょっとペッカとかを守れるのかだけね知りたいけど。でザップ丸、これやばくね小物系絶対芝生デッキね。いやー進化ボンバーにもしたくなるしな、進化スケにもしたくなるし、進化アイスピにもしたくなるんだよな。まああとブラスターでも良さそうだけどな正直。まあ小物系がきつくなるかブラスターにしたらね。適当に進化ザップ回して考えますか。進化ザップもね減っちゃったよね結局。3回の足止めスタンが強かったんで、
2回だとねどうなんだろうっていう。アイスピュットか、まあ高回転だな。ホグ、ロイホグ、あーロイホグか、まあホグもあるか、まあ適当にユッキュって考えるか。でザップもあるのがちょっと良かった。いやもうワンテンポ遅めのザップの方が良かったかな。さあロイホグですね。ロイホグか、まあ負け筋は本当にねあれね、クエイク削り、まあでもドリル雪玉ドリルザップでネチネチダメージ稼ぎたい。横にしちゃおう。内側目の大砲がありそうで、1コスを弾きて、うい深海スピード、まあまあ、はみ出ろ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 よ。しっかり高回転ボンバー強いな。まあ相手がアーチャークイーン出したら俺もチャンピオン出すぐらいでいいと思います。ゴブリンシュタインか、はい。あーアーチャークイーンあんた雪玉で時間稼ぎできるの強いな。でも逆いっちゃったわ、そんな予定なかったから。スキル使えばよかったかな。ゴブリンシュタインもったいなすぎん。なんかよくわからんけどせぱっちゃったっすね。わあ、キンキーできたら幸せだったけど。結構削れねえなこれ。すごい地味なめちゃんこ地味なことしてるけど、クエイクだけに負けそう。圧着湯もちょっとだるいし、なんかこれで負けんのかって感じ微妙な試合してんだ。クエイクもそろそろ下方しとくか。やばすぎるか。ドリルスキアイスピー雪玉ザップ、ドリルスキアイスピー雪玉ザップで、なんならバニーゴブリンシュタインがいたらゴブリンドリル飛ばして
まあ、なんでもいいな。スキアイスピーザップ、ゴブリンドリュースキアイスピーザップの連打してました。はい、相手のタワー一生連打してました。やばすぎるな。インチキデッキか。まあこれが強いんだろうな。いやポイズンでも良さそうだけどな。まあまあまあ、やば、範囲攻撃マシマシピッカだ。さあこれを勝てれば何でも勝てるんじゃない。いやー、まあどうせトリトンいるよなっていう話なんだよな。いないことあるかな。で俺はなんか攻めなきゃ勝てない気がするんで攻めちゃった。なんか後ろに下がっちゃったよ。え、なんかちょっといい防衛してんな。待って、やばい、タケコ変なタケしてる。いやー、でトリトンか。あいつマジでなんとかしてほしい。ゴーストボンバーね。そしてこれ行きたいけどね。そのさ、やりすぎぐらい。いやいや、結構入っている。いや一応耐えたか。やめて、痛ぇけど、やばいやばい。え、相手やなめなかったよな。これライトニングあります。でゴーストボンバートリトンか。ちょっと厄介だな。あ、誰あんた誰。待って、結構はみ出てる。待って、そんなはみ出るなら先打ってよ。ちょっとまだ頑張れそうや。マジで、あ、見てんの。雪ザップでさ、本調につける。あー、追いつけない、惜しいいや、そう、ペッカラブに勝てんのかって話なんですけど、まあ勝てないことはなさそうではあったな。いや、進化ペッカかな硬すぎる問題あるんだよな。もうここ 2,3 ヶ月ずっと勝てやん、あいつ。ブラスターにしても強そうだけどね。雪玉ザップっしょ、ボンバー。いや、でもブラスターにしたらあれか、ゴブリンバレルを雪玉完封とかできなくなっちゃうからって話なんだろうね、多分。悩ましいよね。ペッカに止め、ペッカを止めんならブラスターだけどね。それ以外を見たら、まあこれで頑張ってペッカに勝つのが正解なのかな。てかボンバーロイフだ、ちょっと珍しいやつだ。なんか、ああ、優秀だったね。ボンバーロイフってことは、ウッドがないっすね。なんか優秀すぎん？相手のボンバーのエイムが。ウッドねえのか。まあ、ブラスターでタワーの HP もともとさ、700ぐらい低いのか俺より。ちょっと美味しいな。ケンツムシ、ケンツムシの親戚やん。まあまあ、アチャクイ咲いてくれたら合わせてスキルおとなしく使ってアチャクイしばくかな。まあこれも、あれさっきやったよな、ロイフグ。クエク削りっすね。負け筋っていうか。
雪玉ボンでさ、こんなに抑えれるならさ、絶対そうするよねって話だよな。よかった、なんか逆サイとか行っちゃう、変なことして。え、このシンクサップ熱っ。しかもキング起動できるよ。絶対そっち向いてるもんね今。わあ、でか、勝ちましたねじゃん。雪玉強要めっちゃ良かったな今の。一応雪もあるかな、いらねえか。まあドリル飛ばしてネチネチ稼いでいかなきゃ勝てないよな。どうなんだろうよくわかんねえな正直。怖いね。まあ進化ボンバーがさ、ワンチャン夢をつかめてしまうからな。やべ、これこのスキルです、世界で一番無駄。あっと見せかけて、え、めっちゃいい無駄スキルに見えたのにめっちゃ良かった。でザップでナイス。えちょっと高いんだよな博士の HP がね。さあいいね、ちょっとペッカが課題か。ゴーストボンバー、ああまあまあ、空はね、空はまあたまにいるぐらいだからな。たまにいる空は捨てて陸を全て勝ちたいペッカがちょっと強いよな。勝ちたいなペッカにね。小物着てきてくれたら楽だけど、まあ横の方がいいだろうな、わかんないけど2枚咲かせられるよね全然。まあウィザードの時点でなんかあんま嬉しくないな。処理できねえや、置いてから考えるか。キョス強がある、まあペッカなんだよね。ペッカウィザードかあんま見ないね。これ行ってもいいかもね正直。いやー行かなくてもいいか行ってもいいってことは別に行った方がいいわけじゃないかな。行かなくてもいい。いやまあ最近マジこんなデッキばっかだな。まあみんな飽きてはいるだろう、このデッキに。どうせトリトンやん。いやでもウィザードいたからトリトン、いやいるか。いやコストちょっと使ってくれたね今これ。いきたいな。まあ進化ウィザードだろうけどそんなの関係ねえやって。ゴーストちょっと強いやん。どけて、よしよしよし、いいね。ゴーストね、ちょっとめんどいよね。いやこれよ、本当にケツペッカしてから考えましょうのこれ。これがさバカだからな、本当に本当のバカなんだよねこれ。誰が考えたんだこれ。絶対二日酔いとかでさ考えて生み出されてない。普通になんか思いつかないっていうかさ考えられてない。あんま言い過ぎてよくねえ。
ちょっと俺もあんま考えないぐらいがいいんだろうね。スキル使ってさ意外と削っちゃったり。だからペカどっち食らう。いやあのね、何がだるいってウィザードがちょっとだるい。おー、ワンチャンあるな。マジで誰が考えたんだろうこれ。後ろからユニットいっぱい出しましょうよのデッキ。勘弁してほしいな。え、なんか消えてるやつ。やべ、終わった。やべ。あ、もうおこよ。じゃあ本当にさ、いやでもこのさドリルを使ってる人は一応ペッカに勝ってたんですよね。まあなんか守る方法があるんだろうね、かもっと攻めるか。いやでも 1-0 で勝ってたからどうにかして守るんだと思いますよ。どうにかして守れんのかな。雪玉ザップのなんか使い方とかかな。マジ勘弁してほしいな本当に。もう1ヶ月この環境が続きます。エリゴルよりも害悪な後ろからペッカゴブリンシュタインラムライダーゴーストボンバーレイジ、もうハックしかできないっすよ。お、おいしい。もういっちゃおうぜこんな。なんかもう脳みそ腐りました。はい、さっきのペッカとか見てて あれでいいならこれでいいやんっていう。まあよし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 、めっちゃいい。やめ、緊急やめて。いい、めっちゃいい。やばい。すべてが理想。よし。めっちゃいいね。いや、なんか本当にこういうことなんだろうな。よしよし。え、しかもこれゴブリンシュタイン使ったんだよな、相手。行きたいな。まあ、ボンバーからの、マジなんでピックだ、ほんと今の感じでペッカな。フェニックス盾戦。ああ、いいね。間に合うかな。間に合いませんでした。やべ。ああ、めはめへんねちょこしたー。ちょ、ペッカだけはなんか芝居とかないとね。ああ、これで勝てるんだってなっちゃうとさ。よくないやん。ほんとに。あそこ2回か。やべ。そのさ違うんだってペッカの前だとプレイも下手になるのか。勘弁してほしい。やばい、これに負けられない。おつい解けんのかな。まあ解けないぐらいか。まあ、一応ペッカシン、え、美味しくねそれ。ボンバーまで行こう。いや、めっちゃいい。雪ザップまで かまして。ああ、でも相手も偉いなー、守るのそれ。俺もう攻めるしか勝てねえんだよな。一生下がってくんね。はい。止まるかよこんな。ペッカの HP おかしいだろ。ペッカ勝てねえな。ペッカには勝てねえけど、それ以外には勝ててんだな。てか、なんならペッカにしか負けてはいないんだよな。いや、これでペッカに勝てるようになったら、最強ですよってことなんだろうな。
まあクロスなんか最悪タイミングか。いやー早く飛んでこなかったのは救いではあるか。ワンチャン届いてねえか。さあクロスか。まあ対クロスぐらいはウッドの方がいいんだけどね。まあ雪玉ザップで頑張れたらいいな。今雪玉打ったけどさ、どう考えてもザップの方がいいんだよ。進化もあるから。エリアードはやばいな。クロスに対してゴブリンシュタインとスキル使うとさ、一応それで7コス使っちゃってるわけなんだね。いやこのアイスプリンザップもね、1ハードやばいか。気づかれてそうだけど、シンカーチャー回ったね。シンカーチャーかな、シンカナイトシンカーチャーみたいな、がまあ無難ではあるよね。おとなしく行くか一回。それだるいの不意打ち。まあこれぐらいなら許せるか。ウッド？おー、テスラ受けか。まあまあまあ、いやー全然、いやテスラ裂いたってことか。熱くねこれ。もうガンガン行こうぜ。どうやって受けんねん。やべ、まあ使ってもいいか。本当はね攻めで使いたいんだけどね。これ残んねえかギリ。雪玉の位置下手だな。タイブレイクでさ、ファイブ削りに負けるのだけ避けたい。攻めるか。じゃああれやばいな、ワンチャンタイミングずれろ。まだずれねえのか。はみ出てる。うわでけえ。なんかドリルさ、マジ運よくはみ出てくれるからな。本当にでかいやな。うわーそれやばいな、うますぎるんだけど。今のバレてたってこと。え、竹変わっちゃったらダメやん。いやアーチャーも一応雪ザップとかで溶かせんのいいね。タイブレイクでこれ負けるのは全然。負けないね。よし。危ねえ。怖えけども。雪玉ザップ。2コスなんでね。めっちゃ雑にタワーぶん投げてアーチャーに打ってクロスに打ってみたいなんできんのがいいか。やばいな。マジこれでペッカにさえ勝てれば無敵になりそう。
というわけでこちら高回転ドリルね、雪ザップ型というわけで、まあ枯渇系とか高回転には超強かったな。雪玉ザップがなんか便利でしたね。まあけどペックがちょマジでペックがね、あの勘弁してほしいね。どうにもできないっすけど、まあ一応勝てないことはないっぽいのでね、ちょっと皆さんもこちら高回転ドリルやってみてください。ちゃんと効果を押したっすわ、押しちゃったね。